バウアー、性的暴行で訴えてきた女性が詐欺容疑で起訴されたと語る。昨季 DeNA でプレイし、米球界復帰を目指している右腕トレバー・バウアー投手33が16日日本時間17日に X を更新。自身を性的暴行で訴えてきた女性が、詐欺容疑で起訴されたと動画内で語った。動画内でバウアーはいかに言われのない性的暴行の疑いで告発されてきたかを説明し、身の潔白を改めて主張。進行中の捜査も、未解決の訴訟もない。私は告発されたことをしていない。裁判所、検察官などすべの機関は、皆私に同意していますと訴え、いつになったら仕事に戻って生計を立てることができるでしょうかと締めくくった。バウアーはメキシコリーグのレッドデビルズの一員としてヤンキースとのオープン戦などに登板。同球団で調整しながら、米大リーグ復帰を目指している。本当に申し訳ないと思っている。バウちゃんは絶対にやめへんで。あんたまだメジャーに行けないのか。空気読めない癖を直さんと今後もいろいろ厳しいでしょ。こうなると今年までは NPB にいた方が良かったんじゃないのかな。今季、契約されるとしても思いっきり買い叩かれるだろ。それでもメジャー復帰は無理でしょうね。バウアー今メキシコリーグでやってっているんだ。ご視聴ありがとうございました。